はいはい、内山です。はいはい、鎌首です。おざます、こんにちは、こんばんは、鎌首と申します。隣人パート12ですかね、やっていきます。よろしくお願いします。もしかしたらこの動画新年2019年第一発目のになってるかもしれないですけども、その時はご愛嬌ください。よいしょ。ということで、その内山さんにネタを提供するっていう風な話になっていたライターさんがなんと殺されていたということでね。実は今夜そいつの通夜なんですわ。実は今夜そいつの通夜なんですわ。っていうことで打ち合わせをしてたってことだよね。なんだかね。なんだかな。電話を切っても私はしばらく動けずにいた。携帯を眺めてぼーっとしている私のそばに大悟くんが近づいてきた。どうしました？うん。なんて説明したらいいんだろう。高橋さんと鍵の売買を約束をしていたライターが死んだ。そのことが202と直接関係があるのかどうかはわからない。けれど、鈍い私にも何とも言えず嫌な感じはした。この嫌な感じがどうつながるのかさっぱりわからないが、橋田総合病院に向かう車の中で私は簡単に内山さんと彼とした話のことを大悟くんに説明した。私の話を聞くと大悟くんは腕を組んでしばらく考え込んでしまった。多分そのライターが亡くなったのは202には関係がないですよね。ね、まあ見る感じは関係がなさそうよね。そう思うけど。今のところ202に関わって亡くなったのは住んでいた本人とその部屋に愛人を住まわせていたらしい高山社長だけだ。もう高山社長ですよ。皆さんわかりますか？高山ですね。愛人は帰国したと言われているが、行方がわからないし、社長の奥さんは入院中。202にそれ以降住んでいた、住んだ人はいないし、その辺周辺も怪現象あっても死者はいない。だから今になって202のせいで誰かが死ぬとは考えにくい。まあね、確かに死んでるってことはないからね。病院に着くと私たちはまず大国のお姉さんの病室に行くことにした。精神科病棟といっても専門的な病院と違い、それほど厳重な感じはしない。それでも患者には個室があてがわれるらしく、内科今俺うちかって言いそうになったな。違うよ。内科などの病棟と違って小刻みにドアが並んでいた。おー、発送状、お姉さんです。これ前回もね、お姉さんがあったシーンがあったんですけども、私あのシーン結構トラウマなんですよね。で今回ももうちょっと、で前回ねちょっと録画がうまくいけなかったんですよね。まあ今回はしっかり撮れたい、撮れてることを願いたい。撮れてることを信じて。階段にほど近い病室に大悟くんの後に続いて入る。するとやつれて顔色の悪い女性が横たわり眠っていた。唇はカサカサに乾き、手入れのされていない髪はボサボサだ。骨と皮ばかりになった細い腕に刺さった点滴が痛々しい。それでも健康だった頃は美人だったのに違いないことは容易に伺えた。ずっと眠りっぱなしなんです。最近は特に。心配になるよね。そう言うと大悟くんはそばに積み上がった洗濯物を抱えた。すみません、ちょっと洗濯機に入れてきます。あとは看護師さんに言っておけば取り込んでくれるので少し待っててください。今その大悟がこのお姉さんのね身の回りの世話をしてるというかにお見舞いがてらってことね。大悟くんが病室を出た後、私は手持ち無沙汰に外の景色を眺めていた。3階建てのこの病棟はそれほど厳重ではないと言っても作りが、根本的に他と違うらしく、窓ははめ殺しになっている。はめ殺し？このはめ殺しって言葉でちょっと何卑猥な、なんて卑猥なことを言ってるんですかっていうふうに思った方は、私と同じですね。ただそれなりのことなのに妙な息苦しさを覚えた。広いとは言えないがすごく狭いわけではない。それでもこの部屋に一人でいると圧迫感に落ちつぶされそうになる。正確には一人じゃないけど。まあね、一人じゃないやね。君が夢にディーンや。つい言ってしまった一人ごとに妙に気まずさを覚えて、改めてお姉さん、のりこさんのベッドに視線を移した。私がつい、これはうなずいてか。
私がついうなずいてしまったのにはわけがある。来たよ来たよ殺し。眠っているはずののりこさんの目が大きく見開いていたのだ。その目はまっすぐに私を捉えていた。あの、もうすぐ大吾くん来ますから。うん、っていうか、怖えな、やっぱり。気まずくなってそう言ったが、聞いているのかどうかはわからない。やがて、のりこさんの唇がわずかに動いた。での。え、用事ですか？大吾くんを呼んできますか？気持ち近づいて耳を寄せてみる。だが、やはりその言葉を聞き取ることはできない。大悟くんを待つしかないのだろうか。怖いよ、もうこれ。そう諦めて体を起こしたとき、不意にこの言葉ははっきりと耳に届いた。なんで、ここにいるの？瞳さんの瞳が、瞳さんの瞳がじゃねえよ、もう。のりこさんの瞳が大きく見へ、もう一回よ。のりこさんの瞳が大きく見へ、言いづらい。のりこさんの瞳が大き、のりこさんの瞳が大きく見開かれている。その顔に浮かぶのが恐怖。ちょっと待って。私、大悟くんの友人で、今あなたが住んでた201に、おえ、耳をつんざくような悲鳴が病室に響いた。何なの？訳もわからずへたり込んでしまう間も、のりこさんの悲鳴は続いている。やがて激しい足音が近づいてくると、大悟くんが飛び込んできた。姉ちゃん、姉ちゃん、どうした？叫び続けるのりこさんに近づく大悟くん。その目が床にへたり込んだ私を見た。視線で状況を問われて首を横に振る。何が起こったのか皆目見当もつかなかった。やがて慌ただしい足音がいくつか近づき、看護師と医師が飛び込んできた。一体何があったんです？問われても答えようがない。呆然としたまま私の目の前でのりこさんは鎮痛剤を垂れ、再び眠りについた。これは怖いよ。何だったんだ。二人して病室から追い出され、私たちはまた病棟近くの空中庭園に来ていた。君たち出ていってくれないかって感じになったよな。ああ、多分あれだろうね。背後にいたんだろうね、かえちゃんの。姉ちゃん、何か言ってました？なんでここにいるの？はい？うん。そう言われた。彼女には、私が一体何に見えたんだろう。過去の悪夢が私を通して見えたとでも言うのだろうか。大丈夫？不意にそう聞かれて、私は言葉を詰まらせた。大丈夫。その言葉は、なぜか今は敷居が高い。次、行こっか。無理やりのケーキつけ。そう言ってベンチから立ち上がった私の手を大悟くんが握った。いや、顔色が悪いから。さりげなく手握ってるやないか。と言って、いつまでもここに座ってられないから。大丈夫って言ってくれないから、心配なんだけど。ああ、何このかっこいい言葉。これもう、あれの、ギャルゲー系だったらもう、ねえ、女子たちはもう、いや、何その言葉、ちょっと胸キュンすぎるんだけど、みたいな感じじゃない？手を掴んだ先に、じっと私を見つめる顔がある。掴まれていない手でふわりと彼の頭を撫でると、無理やり無理やり唇を引き上げた。うん、大丈夫。うん。自分に言い聞かせるようであったかもしれない。緩んだ大悟くんの手をほどき、私は先に立って空中庭園を出た。はい、まあまあまあね。そう言うしかないよな、あの状況は。ねえ、確かあれだったっけ、高山社長の奥さんの見舞いだよね。あ、やっぱり。高山社長夫人の病室に行くと、今日は先客がいた。誰かが来るということを全く想定していなかったのか。その女性は驚いた顔で、私たちを見た。年の頃は40代ぐらいか。同じく予想外の先客に不意をつかれてあたふたと頭を下げる私たちに、無理やり、無理やりちゃう。もう一回、
同じく予想外の戦局に不意をつかれてあたふたと頭を下げる私たちに、やはり向こうも慌てて回避会釈をした。渡した花を受け取った女性は私たちに丸椅子を勧めてくれた。あの、母とはどういうご関係で？なるほど、娘さんか。そうだそうだそうだ、高山夫妻の娘というわけか。予想外の選択もそういうわけならわかる。家族の存在をあまり意識しなかったが、考えれば当然の話だ。私たち、その…なんと説明したらいいものか悩む。正直に言って気分を害させないだろうか。もしかして父のことと関係がありますか？その…電話の方ではないようですけど。電話？やや固い声で女性が言った言葉が引っかかる。だが女性は曖昧な意味を浮かべて首を振った。いえ、こちらの話です。ところで、どういうご用でしょう？何か知ってるな、この人は。声は固いままながら、後に続いた言葉は少なくとも私たちを拒絶するものでなかった。母はこんな状態ですし、父はもういませんし、お役に立てるかどうかは分かりませんが、お花のお礼にお話くらいはお伺いします。話を聞いてもらえるだけでありがたいと思ってます。正直、答えを求めてここに来たわけではないので。植物人間の病室にそういうものを求めているのはまだ、植物人間の病室にそういうものを求めてくるのは無駄なことだからだ。じゃあなぜ来たかと問われれば、それは私にも答えようがなかった。まず、私と大悟くんが簡単に自己紹介すると、岡本光と名乗ったその女性は何とも複雑な表情を浮かべた。あのアパートにお住まいなんですね。それなら、ここをお尋ねになるのもわかる気はします。何か知ってるな、この人は。あのアパートのこと、ご存知なんですか？知らないわけはないだろう。そうは思ったのが念のためだ。三井さんは小さくうなずいた。詳しくは知りませんけど、ただ春子おばさんにお金を払って女の人を囲っているのはなんとなく知ってました。春子おばさんとはおそらく大家の稲本さんのことだろう。賃貸契約書の名前がそうだった気がする。じゃあそこにどんな人が住んでたかご存知ありませんか？そして何があったのか。詳しくは。ただ、うん、ただただ前を潜めた三井さんは気遣うように高山夫人に視線を流した。まるで聞かれてはまずい話をするかのように。父はすごくその人に入れ込んでたようなんです。女子大生にお金を払ってルームシェアさせて、母に簡単に嗅ぎつけられないように。ね、エビーナちゃんやね。ナンシーママが言ってたのはどうやら本当のようだ。横たわっているその姿からは想像つかないが、三井さんの様子を見ると、これは人生沙汰というのもなんとなくわかる気がする。ただでさえ帰らない父がもっと帰らなくなって、あの事件が起こるまで3ヶ月は帰ってきてないって、ずっと母から電話があったんです。母も気が狂う寸前でした。あの事件って、その女子大生が亡くなった件ですか？うん。そうですね。あの件をきっかけに、春子おばさんのアパートを引き払ったようでしたから。帰らない。そこまで入れ込んでたということなんだろうか。じゃあ、高山社長は一体どこで相引きしてたんだろうか。ね。疑問が湧く。元子さんにも自分の生活があったはずだから、社長がずっと入り浸るのは無理であるはずだ。そう考え込んでいると、大悟くんが口を開いた。せっかくご家族がいらっしゃるんで聞くんですが、202号室の合鍵はお持ちじゃないですよね。大悟くんの問いに、三井さんはわずかに目を見開いた。父は持ってるかもしれませんが、私はわかりません。うん。父が死んで、母がこうなってしまってからは、誰もあの家に足を踏み入れてないんです。特に父の部屋は、父の自殺直後から誰も入れなくて。え？それはまたどうしてですか？うん。
親が自殺した場所にともなれば当然かもしれないが、荷物の整理すらしていないんだろうか。妙なことが起こるんです。おやおや、妙なこと。そういった三井さんの顔は恐怖にこわばっている。思い出すのも恐ろしいといった表情だ。妙なってどんな。聞くのは恐ろしいけれど、聞いてみないことには何も始まらない気がした。私の問いに三井さんは寒そうに自分の腕をこすりながら口を開いた。窓が叩かれるんです、誰もいないのに。あと声が。おや、おやおや、何やらこの演出どこかでも聞いたことある、どうな、見たことあるような。どんな。若い女性の声だと思うんですけど、よくわからないんです。三井さんの腕に鳥肌が立っている。どうやらその場面には三井さん自身が出くわしたらしい。だから実家の鍵ならお渡ししますけど、中に入ってお探しくださいって私あの方にも言ったんです。あの方って誰。ミスティ出版の内山さんっておっしゃったかしら。はい、内山です。お電話があったんです。今日これから来られるはずなんですけど。なんという偶然か。思わず大吾君と顔を見合わせた。ご存知なんですか。そう問われて微妙ながらうなずいた。はい、妹の、まあちょっとした知り合いで。かなり折り寄ったが嘘ではない。じゃあと大黒が続けた。その鍵俺たちが受け取って渡しておきます。多分目的は似たようなものですから。まあそうね。大黒の言葉に三井さんはポケットをまさぐった。取り出した鍵をじっと見つめている。あの部屋202号室ですけど、クロスを張り替えただけで手つかずなんだそうです。だから誰も住めないんだって春子おばさんが言ってました。いやだからあれか、部屋のそのクリーニングをしようと思っても何かが起きるからやらない、あえてやらないんだ。その言葉に裏にあるものは何だろう。ゾクリと背中を冷たいものが走る。差し出された手の中から冷たい鍵を受け取ると、三井さんはもう一枚メモを出した。見ると住所と三井さんの名前が書かれている。家を見たらここに鍵を送っておいてください。金目のものはないそうですから、そういう心配はしてませんけど、必要なもの以外にあの家のものは持ち出さない方がいいですよ。それって問いかけた大悟くんの袖を引っ張って黙らせた。なんとなくその先がわかる気がしたから、三井さんにお礼を言い、私たちは病室を出た。総合受付の前に電話をかけると、内山さんは通り一本手前のバス停にいるということだった。偶然に驚く彼を車で拾い、私たちはそのまま高山店に向かうことにした。お通夜はいいんですか。そう聞くと内山さんは改めて時計を見た。時には戻らなきゃいけないんです。私受付でしてね。その亡くなったライターの方って。ああ、うちの会社の安藤っていうやつなんですけど、妙な死に方をしてましてね。おお、気になるね。遺体で発見、ああ遺体で発見の編集者自殺と断定。MC 前原のアパートで発見された安藤良一さんですね。警察は第三者による他殺として捜査を進めていたが、本日早朝自殺と断定した。安藤さんの体には30箇所以上に並ぶ刺し傷が体前面の至るところにあり、当初は他殺として捜査が続けられていた。だが凶器となる、小刀を安藤さん自身が握りしめていたことや、現場であるアパートの一室が事件発生時完全な密室であったことから、警察は自殺も視野に、入れたんだね。で、容疑者の発表もなく、事件は後味の悪い自殺として幕を閉じることとなった。事件についてミスティ出版は特にコメントすることはないとしている。なるほど。難
難しいね、この問題は。ということで、じゃあ今回はここまでにしときようと思います。また次回ですね。いよいよ、高山社長がいる部屋に行きますと。ということで、次回もよろしくお願いします。以上、鎌倉でした。ご視聴ありがとうございました。